はい、皆さんこんにちは。スタジオアスカのマッチャーです。今回はなんですけど、押し味がのですね、正しい使い方っていうとなんかちょっと偉そうなんだけど、まあこうやって使うと使いやすい人が出てくるんじゃないっていうような、そういう話を今からします。まずはですね、持ち方ですね。持ち方なんですけど、まあ、大体このトリガーの先ですね、小指と中指がまあこの辺にある状態で、でこう握る感じで、よくねこれこうする人っているんですよね。こうするとね、この手のひらから今リールのパーミングがですね、なんか離れた感じになると思うんですよね。こうするとね、よりこう前を持てるんでこうなるんだけど、これがこっちになるとここ開いちゃうんですよね。でこれ開いちゃうとどうなるかっていうと、こう巻いてる時にこれがなんか重たいジグをね巻いてると、これがこういう風になんか不安定になるんですよね。だから不安定にならないようにこう持つ、ここに注目してくださいね。こうで、押し味があって、サミングはここだけじゃなくてここでもできるんですね。ここの部分、ここでもねサミングできるんですよ。だからこっちの持ち方の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で巻いてる時の人差し指、まあここであってもいいし、こうやっててもいいし、まああんまり僕やらないけど、こうやってやってる人もいるかな。ただサミングするときはこうサミングすることもあるけど、まあこっちよりはこっちの方が楽かなと思うんですよね。こっちですね。普通のベイトリールっていうかね、あのロープロ機種とちょっと違う感じになっちゃうんですよ。まあちょっとロープロ機種のまあ代表みたいな感じでね、僕が持ってるロープロ機種っていうことで、タトゥーラ出してきましたけど、まあタトゥーラの場合はね、こういう感じで握りますね。これさっきのね、押し味がみたいな握り方するとね、こうなるんですよね。ちょっと持ちづらい。持てんことはないけどね。で、ここでなんかあのサミングするというような機種ではないので、基本サミングはここでやります。なのでトリガーが薬指と小指の間にトリガーが来るようになります。だからね、このリールはねジギング向けではないですね。まああくまでデイトキャストとか、まああとはタイラバとか、割と重さが軽いインチクとか、まあそこまでだと思うんですよね。どうしてもね巻くときしんどいリールなんで、ジギングとかね、まああと 200g ぐらいのインチクで使うときはちょっと使いづらいと思います。はい、こういうロープロ機種に関しては、まあ、これ3フィンガーって言うんですけど、こういう風に握ります。なんですが、押しアジガーの場合だとこういう風に握ると、ここがねこういう風になっちゃうんですよね。だからここをこういう風にフォールドする感じで、なんかちょうどなんか自分がこう、まあ合うなと思うところ。まあみんな手の大きさ違うからね。あとは自分でちょっと持ち方を調整してほしいんだけど、ここにこう手のひらがこう自然に当たるようなところをちょっと探してもらって、それでひっくり返して、
この指もですね、ホールドしやすい、握りやすいところ、そこをね、探してください。なんかね、これがね、こういう風になるとちょっと痛いんですよね。ちょっとしたことなんだけど。だからこう、ちゃんとこういう風に収まるところですね。そこをね、ちょっと探してみてください。まあ、あとこことかね。基本的にここを抱えるような感じでやります。だからまあトリガーがこの辺にある感じかな。はい、こちらですけど PLS っていうディールシートになります。この場合なんですが、これもね、こういう風に握るとここね、手のひらがね開いちゃうのでね、これもこういう風にね巻くとカタ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 なんか不安定になるんですよ。だからこれもね、基本手のひらでパーミング、ここパーなんかパーミングなんとかって言うんだけど、ここをこう手のひらに当てて、であと指がね、収まりがいいところを探してこういう風に握ります。だからちょっとね、前目を握るようなそんな感じなんですよね。なんだけどね、 PLS になるとどうしてもこういう風に握りたがっちゃうので、まあ僕ちょっと最近これ使わないんですけど、本当はね、まあこういう風にして握るとここのね、リールのですね、なんか安定性が良くなります。うん、だからね、 PLS っておそらくなんだけど平刃向けなんじゃないかなと思うんですよね。正直なところね、あんまりジギングには向いてない感じがあったかなと思うんですよ。ロープロ機種だったらね、まあこういう感じで持つことができるんでね、割と持ちやすいんですけどね。うん、ただ押し味側はね、ちょっとこういうリールシートはね、僕はちょっと合わないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱここがこういう風になんか握れるから良かったんですけどね。だからまあ平刃とか、まあそういうなんかリールを使うような、まあライトなインチク、まあそれ向けじゃないかなと思います。じゃあまあ握り方が分かったということで、あとはね、このね、クラッチの、切り方。まあ、こういう切り方があるよっていうのをちょっと説明します。よくなんか、まあ、こうやってクラッチ切って、こう、糸をなんか、まあ、こっちでもいいし、この人差し指でもいいし、まあ、ここでね、サミングして、ちょっとブレーキをかけますよね。バックラッシュしないように。で、フォールさせていきます。まあ、人差し指の方がね、ファーミングのポジションをね、変えなくていいんで、まあ、こっちの方が僕はおすすめなんですけど、で、着底しましたってなった時に、ハンドルでクラッチを切ってる人っていうのいると思うんですよ。で、ハンドルでクラッチを切ると、ちょっとなんかね、バックラ気味になるんですよね。というのは、ロープロ機種とか、まあ、こういうやつですね。これはね、クラッチは、常時切れるんですよ。なんですけど、まあそのラグが少ないっていうかね。なんですが、押し味側の場合、クラッチを切るときって、これね、デフォルトだと、上で切れるんだけど、僕ちょっとキャスティングに使っちゃってるから、下で切れるようにしてるんですよ。という感じでね、これクラッチ切るのにね、一周かかるんですよね。で、一周分かかるんで、なんか変なバクラみたいなことが起こるんですよ。はい。で、こうやってなんか、ここがちょっとなんか、ラインがなんか、ぐちゃぐちゃぐちゃってなる人をたまに見かけるんですけど、実はね、クラッチって、まあ、どっちでもいいんですよ。こっちで切ってもいい、クラッチをこっちで入れてもいいし、あとね、こう切ることもできるんですよね。こう。で、クラッチ戻すときに、確かにハンドルで戻すことできるんですけど、
一周かかっちゃうんですよね。なので僕はこうしてます。これでもクラッチ切れるんです。切れるっていうかな、クラッチを解除することができるんですよね。クラッチ解除っていうのかな、こんな感じで。こうすると、はい、着底し、ここで、まあ、サミングしますよね。人差し指で。で、はい、着底しましたって言った時に、バン。で、これですぐに巻けることができます。まあ、もしくは、こうやってフォールさせといて、で、途中で、なんか、フォール中に魚がかかりましたって時も、これで、合わせることできるんですね。まあクラッチの解除は別にこっちでもいいですね。これは僕が押しアジガーでキャスティングをするときなんですが、まあ投げますと、この状態で投げますと、でサミングします、で右手と左手バトンタッチします。バトンタッチした時にこうですね。で、バトンタッチした時に、ここを解除させてから回すっていうことをしてるんですよ。これ要は、トップウォーターとか使う時とかですね。あと、まあ、メタルジグをなんかショアから投げた時に、どうしてもこのハンドル一周させてクラッチ切るってやると、なんかちょっと変、ここがちょっと変な、バックラ気味な感じになっちゃったりすることがあるので、ちょっと指導がもたつく時があるんですよ。なのでこういう風に、まあ、投げました、投げて、でバトンタッチして、こうですね、バトンタッチさせてからこっちを親指で解除させてから回す、まあ、こっちの方が指導がスムーズですね。はい、まあなんで別にこう右手の親指でこう解除してもいいですし、解除、うん、クラッチを解除、クラッチ入れる、クラッチ解除でもいいし、まあジギングの時にこっちでクラッチを入れて、でフォールさせます。ここでこの人差し指でサミングしてます。で親指はいつでもそのフォールのあたりとか着底に対応しやすいように、これも押したらここ乗せとく必要ないですからね、ここに入れときます。で着底するか、まあ魚がなんかフォール中にかかりましたってなったらパーンと弾いて、こうパーンと弾いて親指こっち、パーンと弾いて親指こっちで、パーンと弾いて親指こっちで、もう着底させたらすぐに対応できます。これ案外知らない人多いんですよね。これ他のねロープロ機種ではこんなことできないんですね。これクラッチ切りますよね。クラッチ切ってもここでなんかこう解除することでできないんですよ。あくまでハンドルを回して解除になるんですね。でもその代わり、こういうロット機種は、ラグがなく、ちょっとハンドル回すだけで、クラッチは返せます。でもね、押しアジガーの時は、クラッチをね、まあまあ切ったとするよね。で、ハンドルが一周回ってから、こっちで。まあこれは僕が、ハンドルをちょっと逆につけて、下で切れるようにね、しております。キャスティングをするためにね。これはなんか投げた時に上でクラッチが切れるような状態にしてると、投げた時にオートクラッチとか言って竿を振ってる最中にクラッチが返っちゃうんですよ。だからそのクラッチ戻りっていうかな、オートクラッチを防止するためにデフォルトではここで切れるようになってんですけど、まあ僕は下でちょっとここで切れるようにしてるんで、だから僕の場合は、こう、振っても、オートクラッチかかりません。で、ついでに言うと、ハンドルノブとかですね、ハンドルを
キャスティングしやすい、バランスが良くて、コンパクトで軽いものを使ってますので、まあ僕の場合はそのようになセッティングにしております。ちょっと皆さんの場合は、クラッチ切ったら ここでクラッチ切れるんだけどね。僕の場合はこっちで切れるようにしておりますが、まあでもね、ハンドル一周回さないと、クラッチが切れませんので、まあ基本ね、クラッチはね、まあジギングもキャスティングもそうなんだけど、ここ、まあこれでもいいけど、こっちでもいいけど、こっちかこっち、まあどっちでもいいんですけど、戻すときね、まあこうでもいいし、まあこうでもいい。こうでもいいし、こうでもいい。ハンドルでクラッチを切るっていうことはあまりしない方がいいかなと思います。まあ、特にそれでね、トラブルになってるって方はね、ぜひね、試してみてください。ということで、まあ、押し味側のね、まあ、ちょっと使い方なんですけど、まあ、あとね、これちょっと話してないと、多分ね、コメントで質問される方が多いかなと思いますのでね、もう先に説明しますと、指で捌くってやつですね。指で捌くやつなんだけど、これは要するに普通にこう、使ってたらですね、こうやってジギングとかですね、で使ってたら、糸がね、偏ってしまうと。で、糸で偏ってしまうから指で捌かないといけないっていうふうに思うんだけど、例えばね、水深が60メーターぐらいで、だったら、別にね、偏っても、40メーターぐらい巻き上げても大丈夫です。で、あと、回収するときに、ここをこういう風に持って、次のね、フォールに備えるために、適当に、凹んでるところね。そこに、まあ、親指でこう、押し込むないし、まあ、こうつまんで、こういう風にやってもいいし。まあ、とにかくその減ってるところに、埋めていくっていうようなことをすればいいと思います。だから、あんまりなんかその、最初から、着底してから最初から最後まで、平行巻きにする必要はないです。だから、水深の半分ぐらいまでは、別に気にすることなく、ジギングしてもいいんじゃないかなと思います。で、まあそういう時のね、まあおすすめの練習法なんだけど、糸の偏りを気にしない練習法みたいな形で、例えば、押し味側でインチクをしてみて、で、着底、で、巻き上げ、で、また着底、で、巻き上げ、着底、着底したら、クラッチ切って巻き上げ、っていうのを、やってみてください。意外と糸が偏ってても釣りになります。で、なんか、ジグをなんかこう、しゃくってるときに、押し味側でね、しゃくってるとね、偏りやすいジグっていうのがあったりするんだけど、別になんか気にするところはないかなっていうふうに思います。まあ、偏りやすいジグとしては、なんかああいう、なんだろう、センターバランスとか、ああいうなんか、パーンとなんかこう、ジグが飛んで、糸がですね、なんか、吹けるというか、たるむやつ。そういうジグだと偏りやすいです。テンションが抜けるんでね。まあ、だからね、気になる人は、ちょっと後方重心タイプとか、なんかああいうのをつければいいと思うんだけど、まあ別に気にするところはないかなと思いますね。回収するときだけ、全部巻き切ったときに、すんごい偏ってると、はみ出ちゃったりすることがあるんで、それをさせないように、回収するときだけ気をつければいいんじゃないかなと思います。で、まあそもそもこの手のリールっていうのは、水深がだいたい50メーター以上かな。50メーターより深い、50メーターか40メーターぐらいかな。シャローだとね、ちょっとそうはいかないんですけど、まあ50メーター、40メーターぐらいのところで、まあ40メーターだったら、まあ20メーターね、その糸の偏りを気にせずに、ジギングしといて、
で、残りの20メーターで、まあ回収するときに、減ったところね、偏っちゃって、減ってるところにどんどん糸をなんかこう押し込んで、平行巻きになってるようにするっていう、うん、そういうことは必要になってくるんですけどね。まあ40メーターとか50メーターより深い、なんかそういう水深のところで、そもそも使いやすいリールなので、うん、あんまりね、糸がこう偏るとか指でさばかないとっていうのは、まああんまり気にしなくていいかなと思いますね。最初のうちね、確かに僕もね、その着底してからもう最初から最後まで、ちゃんとこうなんか指でこうなんかさばいてコントロールしながら、ジャークもしてっていう風に考えてたんですけど、なんかね、使っていくうちにね、なんかこれ別に気にしなくてもよくねとかっていう風に、まあ、だんだん思うんですよね。なんかだんだんめんどくさくなっちゃって、やんなくなっちゃったんですよね。で、やんなくなってもそんなに困ることがなかったんですよ。はい。なので、結論、簡単に言うと、うん、気にしなくていい。で、だいたい残りが20メーターぐらいになったら、減ってるところに、その残りの20メーターを埋めてあげてくださいっていう、まあそんな感じです。20メーターはいるね。ちょ、10メーターはちょっときついね。埋まりきらん。だからまあ20メーターか30メーターぐらい残り。そうなったら、ね、落とし直しするつもりでね、回収するときに、その減ってるところに糸入れるみたいな。もういいし、そこから、例えば30メーターか40メーターぐらいね。例えば水深が80メーターとか70メーターぐらいのところで、40メーターか30メーター、そこから、ジャークしていったら、まあ、可能であれば、なんか、潮が緩い時とかね。可能であれば、もうそこでクラッチをね、こう切ってもらって、落とし直しをしてもらって、で、また、ジャークをね、始動させて、ラインの角度がね、まあ、極端に、浅くなかったら、フォールさせて、っていうように、まあ、やればいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。ちょっとこの動画はね、すいませんが、メンバーシップで、押し味画をね、使おうとしてる、若い子向けの動画ですので、本当はね、なんかこうじゃないじゃないかとか、違うじゃないかとかっていうところね、あると思うんですけど、ちょっとご了承ください。あくまで僕のコミュニティ向けの動画なんで。ちょっとね、まあ、押し味側のね、使い方のレクチャーをしてみました。はい。本日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。